ユーロシティ、ユーロシティはヨーロッパにおける国際列車の列車種別である。ヨーロッパ都市間特急などとも訳される。主要駅にのみ停車する優等列車であるが、一般に最高速度は時速 200km 以下であり、アイスなどの高速列車の運行されている国では、これらに次ぐ種別と位置づけられている。T や国際インターシティの後継といえる列車であるが、 t とは異なり一等車と二等車の双方を連結するのが原則である。1987年の夏ダイヤから西ヨーロッパで運行を開始した。当時は夜行列車のユーロシティも存在したが、1993年にユーロナイトとして分離され、以後は昼行列車のみとなった。その後東ヨーロッパへ運行範囲を拡大する一方で、西ヨーロッパでは高速鉄道網の発達により、 減少傾向にある。なお、オーストリアのオーストリア連邦鉄道では、1996年から、同国内のみを走る列車にもユーロ式という種別を用いている。西ヨーロッパでは1957年に一等専用の国際列車である T の運行が始まった。T は、最盛期の1974年冬、ダイヤ期間には45往復。 うち国際列車30往復が運行され、11カ国を結んでいた。しかし1970年代になると、国際列車でも二等車の需要が増え、T の中にも二等車を含む、通常の特急、急行列車に置き換えられるものが現れた。1979年には、西ドイツの国内列車である、インターシティが、すべて二等車を連結するようになり、元 T であった。 国際列車の一部も西ドイツ国内では、インターシティ扱いされるようになった。1980年6月1日のダイヤ改正から、国際列車に対しても、インターシティの種別名が用いられるようになり、18、往復の国際インターシティとされた。その後も、国際インターシティの新設や T から、国際インターシティへの置き換えが進んだ。 また1984年1月22日には、フランスのパリとスイスのジュネーブ、ローザンヌを結ぶ国際 TGV がインターシティ扱いされるようになった。1986年冬ダイヤでは53往復の国際インターシティがあり、うち9往復は TGV であった。この時、国際 T は4往復にまで減少していた。 1987年5月31日のダイヤ改正で T や国際インターシティに代わる新たな種別としてユーロシティが発足した。種別名は当初ユーロシティ、英語、ユーロスイート、フランス語、ユーロシタ、イタリア語の3言語を併記する案もあったが、ユーロシティの単独表記とされた。列車がユーロシティとされるためには以下のような条件を満たす必要があった。 ただしすべての条件が必ずしも満たされていたわけではなく、中高列車のおよそ4割が表低速度時速 90km 未満であった。また、停車時刻についても、6時以前に発車したり24時以降に終着駅に到着すぎる行列車があり、夜行列車でも深夜に客扱いを行うものがあった。1987年夏ダイヤで運行されていた。 ユーロシティは64往復で、うち7往復は夜行列車であった。これらの列車は13カ国、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、西ドイツ、ノルウェー、フランス、ベルギー、ルクセンブルクのおよそ200の都市を結んでいた。中高ユーロシティの多くは国際インターシティから変更されたものであるが、 新たに設定された列車や、インターシティではない特急、急行列車から、ユーロシティになった列車もある。パリ・ブルッセル間の、ルーベンス、イルド・フランスは、T から、ユーロシティになった列車であり、ユーロシティ化後も一等車のみの編成であった。この時のダイヤ改正で T ラインオルト、アムステルダム・バーゼルは廃止されており、国際 T として残ったのはゴッタルドのみとなっていた。 なおすべての国際インターシティがユーロシティになったわけではなく、モンスに、リオン・ミラノ、リーグレ、ミラノ・マルセイユ、ノルト・プライン、ハンブルク・フレゼリクスハウンの3往復はインターシティのままであった。ユーロシティの誕生した1987年は東欧革命以前であり、ユーロシティは西側ブロック、ただしスイスとオーストリアも含むでのみ運行されていた。 しかし1988年夏には EC、ペハール、ウィーン・ブダペストがハンガリーに乗り入れた。東欧革命後、1991年夏、ダイヤ改正で EC、アントニン・ド・ボルザーク、ウィーン・プラハにより、チェコスロバキアがユーロシティモーに加わるとともに、パリ・フランクフルト・アムマイン間の列車であった、ギュスターブ・エッフェル、ハイン・リッヒ・ハイネがドレスデンまで延長され、 旧東ドイツ地域にユーロシティが乗り入れた。1992年夏には EC、ベルリン・ワルシャはミマラ、ミュンヘン・リュブリアナ・ザグレブが新設されポーランド、スロベニア、クロアチアにユーロシティが乗り入れた。さらに1993年夏ダイヤ改正でも中央、東ヨーロッパに新たなユーロシティが多数生まれた。中でもウィンドボナ、ベルリン・プラハウィーンとハンガリア、 ハンブルク・ベルリン・プラハブ・ダペストは、元は、冷戦時代には T に対抗して運行されていた、東側ブロックの国際急行列車であった。ユーロシティは、発足時には一つの系統につき1から数往復程度の運行であったが、後には国境を挟む、主要区間で2時間間隔などの等間隔ダイヤを導入する例も現れ、 例えばアムステルダム・ケルン間のユーロシティは1991年末から2時間間隔となった。一方でサービスが簡素化され、食堂車が廃止されて車内販売のみとなった列車も存在する。また2000年代に入ると列車名のないユーロシティも現れた。例えばパリ・フランクフルト・アムマイン系統では2003年にユーロシティから列車名が外された。 T 以来の伝統を持つ列車名も多くが消滅した。1987年のユーロシティ発足当時はフランスとスイスを結ぶ国際 t g v もユーロシティの一部として位置づけられていた。しかし1992年に運行を始めたドイツスイス間のアイスはユーロシティと晴れず2国間のユーロシティを置き換えていった。t g v についても1995年に運行を 始めたパリ・ブリュッセル系統などはユーロシティとはされず、これを引き継いだタリスムユーロシティとは別種別である。ただし1996年運行開始のフランス・イタリア間の TGV2000 年よりアルテシアのブランド名を使用はユーロシティとされ、2010年現在においてもユーロシティ・アルティーナと表記されることがある。このほか1996年から スイスイタリア間で運行を始めた、振り越式車両ペンドリーノ仕様のチザルピーノも、ユーロシティとは別に位置付けられていた。ただし同様にペンドリーノで運行されていた、チェコオーストリア間や、スロベニアイタリア間の列車、いずれも2010年現在は廃止は、ユーロシティであった。また、2008年にオーストリアで導入された、レールジェットも周辺国との間のユーロシティを置き換えつつある。 また、一部区間が TGV で置き換えられて区間が短縮されるとともに、ユーロシティから格下げされたカタランタルゴのような例もある。これらの影響で、西ヨーロッパからはユーロシティが姿を消しつつある。2010年時点では、ユーロシティの残っているのは、中央諸国の他は高速化から取り残された系統があるになっている。すでに、イギリス、スペイン、オランダには、 ユーロシティが存在せず、フランスでは東部の一部に残るのみである。ユーロシティのほとんどは電気機関車の経営する客車列車である。使用される客車は一般に各国のインターシティ、またはこれに相当する優等列車用の客車である。複数の国の客車を根結した編成が用いられることもある。少数ながら電車や 機動車によるユーロシティも存在する。用いられている車両は以下の通り。また TGV シュット S とよび t g v レスを用いるパリとジュネーブ、ミラノの間の国際 TGV もユーロシティとみなされる。過去にユーロシティに用いられていた電車には以下がある。ユーロシティの利用には運賃のほか特急料金が必要である。ただし U レールパスなどの鉄道パスは 特急料金分も含んでいる。座席の指定にはこのほか、指定料金が必要である。ポーランドにおいては、ユーロシティは、全車指定席となっており、予約が必須である。イタリア発着のユーロシティと、ベルリン・ワルシャワ間の、ベルリン・ワルシャワエクスプレスは、包括運賃制度を採用しており、予約が必須であり、切符の購入時期などによって、料金が変わる。 2014年から15年の冬ダイヤにおいて運行されているユーロシティ TGV を除くの主な系統は以下の通り。詳細は列車一覧説を参照。ベルギーのブリュッセル南駅からルクセンブルク市、フランスのメス、ストラスブール、ミュールーズなどを経由し、スイスのバーゼルに至る。1日に往復のユーロシティが運行されている。 かつての国際信頼者会社のプルマン列車、エーデルバイスの経路の一部であり、T 時代にもエーデルバイス、イリスが走っていた。イリスは T 時代と同じ列車名、ほぼ同じ区間で運行されている、稀な例の一つである。ドイツハンブルクのハンブルクイコールワルトナ駅とデンマークのコペンハーゲンを結ぶ、途中プットガルテンの間は車両構想が行われる。同区間は、 IC3 型機動車によるユーロシティ1往復のほか、i イス TD 車両605系機動車によるアイスも運行されており、ユーロシティとアイスを合わせれば2時間間隔の等間隔ダイヤとなっている。ドイツのベルリンとポーランドのワルシャワの間では、ベルリン、ワルシャワエクスプレスと名付けられたユーロシティが1日4往復運行されている。 ベルリン・ワルシャワ間の国際急行列車であったベロニナが1992年にユーロ式となり、その後1993年にバルソビア、1998年にパデレフスキーが加わって3往復となった。2002年には固有の列車名がなくなり、ベルリン・ワルシャワエクスプレスと総称されるようになり、2010年には1往復増発されて1日4往復となっている。 ベルリンとチェコのプラハの間では、ドレスデン経由のユーロシティが2時間間隔で運行されている。一部は、ベルリンからハンブルクなどへ、またプラハからウィーン、ブラチスラバ、ブダペスト方面へ延長されている。プラハからブジェツラフを経由して、スロバキアのブラチスラバまでは、ベルリン方面からの直通列車を含め7往復が運行されており、 二時間間隔の等間拡大矢となっている。さらに、ブダペストまでは六往復が直通する。ドイツのミュンヘンからオーストリアのザルツブルクを経由して、オーストリア南東部のフィラッハ、クラーゲンフルトあるいはクラーツに至る。ドイツ側では一部がフランクフルトアムマインなどまで直通する。ミュンヘン・ビショフス方面、クラーゲンフルト方面とクラーツ方面の分岐点。 カンでは約2時間間隔でユーロシティ間が運行されている。ザルツブルクでのオーストリア国内列車との乗り継ぎを含めればミュンヘン・フィラッハ間は完全な2時間間隔となる。ミュンヘンからオーストリアのインスブルックを経由し、イタリアのベローナに至る。ベローナからはミラノ、ベネツヤ、ボローニャへ各一往復が直通する。ミュンヘン・ベローナ間では2時間間隔で運転される。 t メディオラルムの走っていた路線であり、1987年に列車名をレオナルド・ダヴィンチと改めてユーロ式となった。かつてはドイツ側ではドルトムントなど、ドイツ北西部へイタリア側ではローマへ直通していた列車もあったが、いずれも現存しない。ドイツのハンブルクからルール地方及びライン川沿いを経由し、バーゼルで国境を越え、チューリッヒを経て、 クールに至る。1日に往復のユーロ式が運行されている。ハンブルク・バーゼル間は、ハノーファー、フランクフルト・アム・マイン経由と比べて遠回りであり、さらにケルン・マインツ間もケルン、ラインイコールマイン高速線ではなく在来線を走行する。このため、アイスと比べると、ハンブルク・バーゼル、中立ヒ間では2時間以上、ケルン・バーゼル間でも1時間近く所要時間が長い。 バーゼルで国境を越える列車は T の時代から多数存在し、ドイツ側ではフランクフルト、ハノーファー経由ハンブルク方面やケルン経由オランダのアムステルダムへ、またスイス側でもジュネーブやイタリアのミラノなどへ直通していたユーロシティもあった。しかしこれらのほとんどはアイスに置き換えられるか、バーゼルを境に別の列車に分割されるかしている。2014年現在、 スイスとイタリアを結ぶユーロシティには以下の4つの系統が存在する。1987年のユーロシティ発足当時はジュネーブ発着のシンプロントンネル経由の系統、バーゼルからゴッタルドトンネル経由の系統、チューリヒからゴッタルドトンネル経由の系統が存在していい。ジュネーブ発着系統はローザンヌでパリからの TGV、ユーロシティ扱いと接続していた。また、 バーゼル系統はドイツのドルトムントあるいはハンブルクへ直通しており、チューリヒ発着系統はシュトットガルトまで直通していた。1996年からユーロシティとは別の列車種別としてチザルピーノの運行が始まった。一方の客車ユーロシティはインターシティに格下げされるものや逆にインターシティから格上げされるものがと、一時南はローマまで北は バーゼルからストラスブール経由、ブルッセルまで延長されていたものもある。また2004年からは、客車のユーロシティもチザルピーの車による運行となった。2007年にレッチュベルクベーストンネルが開業したことで、バーゼルとミラノの間の主要経路は、同トンネル経由に移った。2009年にチザルピーの車は、列車の運行から撤退し、 シザルピーノの種別で運行されていた列車はユーロシティに変更された。またこの時からスイスイタリア間のユーロシティはすべて振り越し機電車となった。2010年冬ダイヤ改正12月12日ではバーゼルミラのベネツィア間ゴッタルド経由のユーロシティが新設されている。当時はその他のゴッタルド経由のユーロシティはイタ470型電車の運行であったがこの系統には スイス連邦鉄道のイター610型電車が使用されている。フランスのパリとベルギーのブリュッセルの間は、かつて最大6往復の T の運行されていた区間であり、1987年のユーロシティ創設時にもご、往復、アムステルダム及びケルンへ直通する各一応を含むが運行された。そのうち、ブラバントとルーベンスはユーロシティでありながら T 時代と 同様移動車のみの編成であった。1993年からパリ・ブリュッセル間のみの列車はサイド T に種別を変更した。これらの列車は1995年に TGV に置き換えられて廃止された。さらに1996年には EC、エトワール・デューノール、パリ・ブリュッセル・アムステルダムが1997年には EC、ジャック・ブレル。 パリ・ブリュッセル・ケルンがそれぞれ同区間のタリス置き換えられて廃止され、パリ・ブリュッセル間からユーロシティは姿を消した。2010年現在ではパリ・アムステルダム間はタリスがほぼ1時間間隔でパリ・ブリュッセル間ではそれ以上の頻度で運行されている。このほかブリュッセルとパリ以外のフランス各地を結ぶ TGV も存在する。1987年当時、 パリと西ドイツ北西部のケルニア・ドルトムントの間では、ユーロシティが3往復運行されていた。うち2往復、モリエール、パリ・ドルトムント、パルジファル、パリ・ケルンは、ベルギー南部経由であり、1往復、ギュスターブ・エッフェル、パリ・ケルンは、やや遠回りのブルッセル経由である。ギュスターブ・エッフェルはその後一旦急行列車に、格下げされた後、1993年に、 ジャック・ブレイユの名で再びユーロ式となった。これらはいずれも1997年にタリスに置き換えられて廃止された。2010年現在ではパリ・ケルン間は直通のタリスを往復2時間から4時間間隔、またはタリスとアイスをブリュッセル南駅で乗り継ぐとで連絡される。1987年当時、 パリ・フランクフルト・アムマイン間には2往復のユーロシティがあり、うち1往復は途中メスでルクセンブルク市への編成を分割していた。パリ・ルクセンブルク間にはこれとは別にもう1往復のユーロシティがあった。パリ・フランクフルト間のユーロシティはその後増発され、一時はドイツ東部のドレスデンやチェコのプラハまで伸ばされていたものもあった。 2007年の LGV 東ヨーロッパ戦開業時に、パリ・フランクフルト間のユーロシティはアイスに置き換えられて、廃止された。2010年現在同区間には1日号往復、平日のアイス、または TGV がある。この他タリスト、アイスをブリュッセル、またはケルンで乗り継ぐことでも連絡される。パリとミューンヘンを、ストラスブール経由で結ぶ経路では、 t は一度も運行されたことはなく、ユーロシティも1987年時点では存在しなかった。しかし1989年に,に往復、モーツァルト、パリウィーン、モーリスラベルがユーロシティとなった。パリウィーン間の直通は2002年に廃止されたものの、パリミュン返ン間やそのうちの一部のみを走るユーロシティは増発された。2007年にこれらのユーロシティは、 ストラスブールミュンヘン間の一往復を除いて TGV に置き換えられ廃止された。かつて T、アルバレートの走っていた区間であり、1987年にはアルバレートとルコルビュジエの二往復がユーロシティとなった。1997年6月にはルコルビュジエがパリバーゼル間に短縮されてユーロシティではなくなり、同年9月にはパリリ立機間を ベルン経由で結ぶ TGV、後にリリアのブランド名が付けれるが新設されたことに伴い、アルバレートも区間を短縮されて、ユーロシティではなくなった。その後2007年の LGV 東、ヨーロッパ線開業に伴い、パリ中立機間の TGV は、ストラスブール、バーゼル経由となった。フランスのリオンとイタリアのミラノを フレジュス鉄道トンネル経由で結んでいたティーモンスには1972年に一般の特急列車に格下げされた後、1980年には国際インター式となっていた。しかし1987年には表低速度の遅さなどを理由にユーロ式とはされなかった。1997年9月になって振り越し機車両イター460電車が投入されるとともに、 モンスニとリオン・トリノ間の2往復がユーロ式とされた。しかし2000年には客車列車に戻され、2003年にこの区間のユーロ式は廃止された。ブルッセルとケルンをリエージュ・アーヘン経由で結ぶ路線は1984年にベルギー国鉄のインターシティビー線とされ、2時間間隔の等間隔ダイヤで列車が運行されていた。 1987年には、この区間を含む列車の内をステンレ・ケルン間のメムリンクとパリ・ケルン間のギュスターブ・エッフェルノに往復がユーロシティとなった。1993年には、ブルッセル・ベルリン間のアレクサンダー・フォン・フンボルトなどが新設されて、同区間のユーロシティは4往復となった。しかし1997年のタリスのケルンノリールに、 伴いこれらのユーロシティはすべて廃止された。2002年から同区間では、タリスの他アイスも運行されている。2010年現在では、タリスの運行区間は、パリ・ブリュッセル・ケルン間、アイスはブリュッセル・ケルン・フランクフルト間である。オランダとドイツ、西ドイツをライン川沿いに結ぶ経路では、一時4、往復の T が運行されていた。 1987年にはアムステルダムとミュンヘン、インスブルック、オーストリア、クール、スイスを結ぶ計算往復がユーロシティとなった。1991年には増発されてアムステルダム・ケルン間では2時間間隔の等間隔ダイヤとなった。これらのユーロシティは2000年11月にアイスに置き換えられて廃止された。アイスの運行区間は当初ほとんどが アムステルダム・ケルン間のみであったが、2002年のケルン・ラインイコール・マイン高速線開業に伴い、アムステルダム・フランクフルト間に延長された。2010年現在では、アムステルダム・フランクフルト間で6往復、平日、アムステルダム・バーゼル間に1往復のアイスがある。ドイツ、西ドイツとオーストリアの国境をパッサウで越える経路では、1987年に、 プリンツ・オイゲン、ハンブルク・ウィーンとヨハン・シュトラウス、ケルン・フランクフルト・ウィーンがユーロ式となった。その後1989年にはフランツ・リスト、ドルトムントブダペストが加わっている。1991年にはパッサー・経由のユーロ式は2時間間隔の等間隔ダイヤとなった。プリンツ・オイゲンは1998年にアイスに置き換えられ、 2003年にはさらに一往復のユーロシティがアイスに置き換えられた。そして2007年に同経路のユーロシティはすべてアイスに変わり、同時にブダペストへの直通列車もなくなった。ミュンヘン・ウィーン間の列車が T になったことは一度もなかったが、1987年には同区間のスタチャスがユーロシティとなった。その後パリ・ウィーン間のモーツァルトやミュンヘン・ブダペスト間の バルトークベーラーなども加わったが、2002年には、ユーロシティは、ミュンヘンウィーン間と、ミュンヘンブダペスト間の2往復のみとなった。そして2009年にはこれらのユーロシティは、段階的に、レールジェットに置き換えられた。ハンブルクとデンマークのオーフスの間では2002年12月に、2往復のユーロシティが新設された。うち1往復は、ベルリン系由チェコのプラハまで直通していた。 2010年現在、同区間の国際列車は合図に置き換えられている。元 T であった国際インターシティのリーグレ・ミラノ・マルセイユは1987年以降もインターシティのままであった。1992年にはミラノ・ニース間に短縮された。2004年12月にリーグレは他の二往復と共にユーロシティとなった。これらのユーロシティはトレニー・リベーラ。 リビエラの列車と総称された。しかし2009年12月13日には、同区間のユーロシティがすべて廃止され、ミラノ・ベンティミリア間のイタリア国内、インターシティと置き換えられた。2004年12月からウィーン・ベネツィア間のユーロシティに、往復は、アレグロのブランド名で運行されていた。しかし2008年に1往復削減され、残る1往復も2009年12月に廃止された。 2010年時点においては、フィラッハで、オーストリア国内ユーロシティとバス、BB インターシティバスを乗り継ぐ必要がある。プラッハから、チェコ南東部のブジェツラフ、オーストリアのウィーンを経由して、ウィーナーノイシュタットまでの区間では、ユーロシティが2時間、一部3時間間隔で、運行されていた。2010年冬ダイヤ改正までは、同区間に、 チェコ鉄道の680系電車を用いたスーパーシティも運行されていたが、これはオーストリア国内ではユーロシティ扱いとなっていた。かつてはウィーン南駅発着であったが、ウィーン中央駅の工事に伴う南駅の一部閉鎖のため、2009年12月からウィーナーノイシュタットまで延長され、ウィーンでの停車駅はマイドリング駅に変更された。 全列車はレイルジェットに置き換えられた。スイスのチューリッヒとドイツのミュンヘンを結ぶ経路では1日、4往復のユーロシティが運行されていた。途中短距離ではあるが、オーストリア領を経由していた。元は T ・ババリアの経路であり、1987年にババリアを含め3往復がユーロシティとなった。2001年に同区間にはアイス TD 車両によるアイスが新設されたが、 車両のトラブルにより2003年に客車列車のユーロシティに変更されている。また、かつては、スイス側では、ベルミア・ジュネーブへ、ドイツ側では、ニュルンベルク経由チェコのプラハへ直通していた車も、あった。スイスのチューリヒとオーストリアのウィーンを結ぶ。途中、クーフシュタインとザルツブルクの間で、ドイツ国内を回廊列車として通過する。1987年に、 トランザルピンなど3往復がユーロシティとなった。全列車はレイルジェットに置き換えられた。1987年5月31日のユーロシティ創設時に運行されていたユーロシティは以下の通り、中高ユーロシティの改正前欄が空欄であるものは同盟の国際インターシティであった。2010年から11年冬、ダイヤ12月12日改正で運行されている。 ユーロシティは以下の通り。以下では、トーマス・クック・ユピン・レール・タイムテーブルにおいて、列車種別が EC とされている列車のうち、オーストリア国内列車を除いたものを記している。運行本数は1日あたりの運行数であり、空欄のものは1日1往復である。ただし、曜日により運休となったり、運行区間を変更したりする列車もある。教職欄が、丸のものは、食堂車を連結し、 のものはバー、または、社内販売による軽食の提供がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。